自民党裏金犯人が国会に来ました。犯罪者と確定したと言ってよいですから、もう議員を辞職するものと思っていました。このふてぶてしさ、何でしょうか。こいつらの顔を見ていると、日本が自民党政権下で30年間最低に貧乏な経済を続けたって、そうなんだろうと思います。裏金をもらったリクルート、佐川急便、歯医者さんの医師会、こういうのに利権を与え続けたんです。庶民はその分高い宅急便や高い診療報酬を払わせられたんです。リクルート、電通やパソナに中抜きされ、大衆が電通の奴らの給料を払っていたようなもんです。それだけじゃありません。カルトの統一教会を日本にはびこらせたのは安倍晋三と萩生田などです。てめえの選挙の票の上乗せのために日本の庶民を崖から突き落としたんです。有名になったのは安倍と萩生田ですが、まだ生きている萩生田、許せない日本人の敵です。今度は萩生田、崖から落ちてもらう番ですね。